申し込む。ハイライト銀腕5人同時入隊の夢を明かすイコールラジオスター。ハイライト銀腕27が昨夜ラジオスターで活躍し、5人の同時入隊を夢見ていることを明かした。去る21日午後に放送された MBC のトークバラエティラジオスター556回には、銀腕パクソンギマン3位ホッピーイコンが出演し、同時間帯の視聴率1位を記録した。首都圏基準1部 6.7%、 2部 5.8%。 イギマンはアイドル10年目としての特別な気力を発散した。開始からハイライトメンバーであることを強くアピールした彼は、メンバー5人の同時入隊を夢見ていると明かし、周囲を驚かせた。ギグマンは前例はないが、同時に除隊すれば活動時期も早まると思うとしながら、ファンの皆さんへの贈り物となるのではと述べ、改めてプロのアイドルとしての姿を見せた。ただ末っ子ソンドンウン26を説得しなければとして笑いを誘った。彼はドンウンも分かっているだろうと整理した。また恋愛史は徹底して防御した。ファンと団体修練会をしたいと語るほか、中学校3年生が最後の恋愛だと主張しながら、自身は嘘をつけない人間だと豪語。明るくて純粋な姿は、10年間彼のそばを見ていたファンへの格別な配慮と愛情が含まれており、場を和ませた。